写真拡大。全3枚。強打者の系譜だ。西武は25日、山川穂高内野手、28の背番号を33から3に変更すると発表した。ライオンズにとって3番は土井正広、清原和博らが背負った中心選手の番号。2年連続で本塁打王に輝いた期待のスラッガーは3番にかけてリーグ3連覇と3年連続本塁打王を誓った。名選手が受け継いできた西武伝統の背番号3。憧れの番号を継承することになった体重108キロの巨漢山川はスリムな人がつけるイメージです。何年もかけてイメージをつけていきたいと自虐を交えて喜びを口にした。3番は西鉄時代から大下博士、土井、清原、中島博之、現巨人と時代を代表する強打者が背負ってきた。仙台は昨オフ、楽天に FA 移籍した浅村栄と、期待のスラッガーは浅村さんを見ていたので、それに近づけるようにしたい。特別な数字を、より特別な数字にできるようにしたいと腕を伏した。今年は空き番号。辻監督との雑談の中で、つけたいですと漏らすと、指揮官が渡辺 GM に掛け合ってくれ、実現に至った。指揮官はこの日、東京都内でトークショーに参加し、4番は白紙。山川は自分の力で奪い取るしかないと奮起を促した。チームはリーグ2連覇を果たしたが、山川は不振のため後半戦から4番を外れた。主砲は辻監督の言葉を伝え聞き、そのつもり。中村さんがいるので簡単に取れるとは思っていない。今年の成績をはるかに超えないと。勝負強くなることですねと会期宴を挙げた。来年は3連覇に3年連続ホームラン王。3という数字が多くなる。丸太のような両腕に獅子の未来が託された。花里優太。背番号2になる西武岡田。怪我もしたし、背番号も変わるので、心機一転頑張ります。